待たしちまったか。大丈夫、私も今来たところよ。そうか、すまなかったな。わざわざ呼び出しちまって。もうびっくりしたわよ。ポットでお茶入れようとしたら手紙があるんだもん。あそこならきっとママしか使わねえし、手紙を置くにはちょうどいいと思ってな。だったらポストに入れてくれればよかったのに。ちゃんといつも確認してるんだから。ああ、ポストか。その考えはなかったぜ。まったく、どこか抜けてるんだから桐生さんは。でもちょっと嬉しかったな。お店始めて感謝の手紙なんて初めてもらったから。そうなのか。そうなのよ。他のお客さんももっと桐生さんみたいに気持ちを伝えてくれてもいいのにね。まあママはガードがめちゃくちゃ固いって畠山さんが言ってたしな。別にそんなつもりはないんだけどな。でもやっぱりどこか比べちゃってるのかしら。なんだ、昔の男か。やだ、そんなんじゃないったら。お父さんとね。ママの父親と。ええ、父は漁師だったの。誰とでも仲良くなれて、たくましくて優しくて最高のお父さんだったな。だった。漁に出てる時に行方不明になっちゃって、それっきりなのよ。ずいぶん前の話だけどね。お父さんスナックが好きだったから、港町でお酒出してたらフラッと戻ってこないかななんて思ったりして。実はそれで始めたお店なのよね、うちのスナック。そうだったのか。父は帰ってこないけど、代わりにたくさんの人たちと飲んで笑って今は楽しいの。桐生さんたちのおかげね。そうか。こっちこそいつもうまい酒飲ませてもらってるぜ。店続けていりゃ、いつかおやじさんも帰ってくるかもしれん。閉店とかしないでくれよ。そうね。じゃあ売り上げも伸ばしていかないと。これからもじゃんじゃん注文してよ、桐生さん。相変わらずちゃっかりしてんな。船が戻ってきたみたいね。私この汽笛の音好きなんだ。帰ってきたなって感じがしてさ。ねえ桐生さん、男は船、女は港って言葉聞いたことある？ん？なんだそりゃ。男は波の向こうへ働きに出て、女は男が安心して帰れる場所を守ってあげる。そういう意味らしいわ。ほう、なるほどな。安心して帰れる港があるから男は頑張れるってわけか。まあ諸説あるらしいけどね。私はそう思ってるの。なんか信頼し合ってるみたいで素敵じゃない？そうだな。帰る場所があるってのは本当に心強い。そんな港がある男は幸せもんだと思うぜ。港がある男は幸せか。そういえばまだ桐生さんに言ってなかったわよね、私の名前。ああ、ずっとママって呼んでたが、そういえば聞いたことなかったな。私ね、港って名前なの。そうなのか、港ママだったんだな。よくあった、いい名前だ。本当？ありがとう。いつか私も素敵な船に出会えるかしら。あんたならきっと出会えるさ。とびっきりの船でも行けそうだ。そうかな。実はもう出会ってるかもね。ん？何か言ったか？ううん、何でもない。
そろそろお店戻りましょうか。開けっぱなしだった。ああ、みんなもう酒盛りしてるかもしれねえな。そうね、じゃあ行きましょう。そういえば、年もまだ聞いてなかったな。それは内緒。あ、来た来た。遅いよ、二人とも。まったく、待ちくたびれたぜ。というか、私がいないのにお店でくつろいでるってどういうことよ。まあまあ、細けえことは気にすんなって。せっかくみんな集まったんだ。それでさ、ちょっとみんなと話してたんだけど。ん？キリュウさん、そこに座ってもいいんじゃないかなって。キリュウさんには世話にもなったし、最近店に来たとは思えないくらい馴染んでるし。俺も賛成だ。キリュウさんなら文句はねえよ。金子さん、みんな、そうね。じゃあ今日はソファーでキリュウさんを囲んでみんなで飲みましょうか。お、すっげえキリュウさん、ついにあのママに認められたよ。早く来なよ、キリュウさん。ああ、キリュウさんもすっかりこの店に馴染んだよな。ほんと、最初からいたみたいにしっくりきてるよね。よく言うよ、最初そっけなくしてたくせに。そんなことねえよ。なあ、キリュウさん。どうだったかな。人には優しくしておくくらいがちょうどいいのよ。確かにな。そうっすよ、後から後悔したって遅いんすから。お前に言われるとなんか腹立つな。とはいえ、人見知りってのはもう性格みたいなもんだからな。20歳過ぎてから性格変えるのは難しいって言いますよね。そうなのか。20歳がターニングポイントなのか。でもまあ、俺も新顔を受け入れられるくらいにはならねえとな。ほう。あら、首相の心がけじゃないの、金子さん。槍でも降ってくるんじゃないですか。ん？その代わりお前には冷たくするわ。ちょ、なんでですか。でもまあ、いろんな性格の人がいた方が楽しいんじゃない。ええ、十人十色ってやつだね。良くも悪くも個性的なやつが多い方が面白いよな。そうかもね。性格もだけど、確かに20歳過ぎたら夢とか考えなくなりましたね。そうなのか。そりゃ現実が見えてきたからじゃないの。俺はまだ歌って踊れる大工になる野望を忘れちゃいねえぜ。いつか年末の歌番組にだって出るんだ。ほう。そういえば源さん、大工だったわね。その野望は初めて聞いたけど。野望にも性格が現れますな。源さんのは無謀にも聞こえる。ママは野望とか持ってないの？どうなんだ？野望ね。いずれはスナック2号店とか3号店出して尾道を席巻しちゃうとか。東京の神室町とかいう繁華街にバーンと進出したりとか。どうよ。東京か、考えたこともなかったわ。そうなのか。うん、ママが出世して超有名人とかになったらちょっとやだな。わかる、俺もちょっと嫌だ。どうして？あれっすよ、目をつけてたバンドが売れるとなんか寂しい的なやつ。私はバンドと同じなの？みんながファンだっていう点では近いかもな。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。そこを含めて俺が言おうと思ったのに。嘘つけ。やっぱママが全国区になったらダメだよ。東京進出もなしなし。俺たちからママが離れてくってなるからな。そうだな。何勝手に言ってんだか。私は港町で細々とやってるのが性に合ってるから大丈夫よ。でも私が離れたら他のお店に乗り換えちゃうんじゃないの？そんなことねえよ。俺たちはママの店一筋に決まってんだろ。本当に？じゃあここで営業していこう。その代わりみんなちゃんとうちに寄ってよね。ああ。
分かってるって。任せてよ。それにここはなんか落ち着くんだよな。帰ってきたって感じで。分かるぜ。帰ってきたって、畠山さん家庭持ちだろ。僕は2つのホームを持ってるの。ほう。それ娘さんの前で同じこと言えます？え、それはだがホームってのはいい線いってるかもな。このメンバーでお酒飲んでるとなんか安心するんすよね。そうだな。いつものメンバーって案外大事なのかもしれねえな。今までそんなこと考えたこともなかったけどね。新しい風が吹いたからかもしれないわね。新しい風？そりゃ桐生さんだよ。何？確かに桐生さんには悩みも聞いてもらったしな。懐の深い男だよあんたは。桐生さんはみんなのいい刺激になったみたいね。今後とも頼むぜルーキー。ルーキーどころの貫禄じゃないっすけどね。みんな、これからもうまい酒飲もうな。おう。じゃあ乾杯といきましょうか。乾杯。乾杯。少し酔っちまったみたいだな。あら、そう？楽しいと酒が進みますからね。じゃあみんな、また来るぜ。キリュウさん、また来てね。待ってるよ。おう。ちょっと飲んでいくか。桐生さん待ってたわよ。あら、桐生さん待ってたのよ。天の友達から聞いたんだけど、桐生さん素潜りやってるんだってね。ああ、まあな。そんな桐生さんにプレゼントしたいものがあるの。俺にプレゼント？はい、これ受け取って。これは水中銃じゃねえか。どうしたんだこれ。私ね、昔よくお父さんと一緒に潜って魚を捕まえたりしてたのよ。その時に私が使っていたものなの。この間桐生さんと話してたら思い出してね。手入れはしておいたからすぐに使えるわ。結構いいやつなんだから。そんな大切なもんを俺がもらってもいいのか。桐生さんだからあげたいのよ。桐生さんのおかげで最近なんだか楽しいの。みんなの笑顔も増えた気がするわ。だからそのお礼。そうか。ではありがたく使わせてもらうぜ。どういたしまして。これからもよろしくね、桐生さん。ママ。あら、今日は早いのね。また寄らせてもらうぜ。次も待ってるぜ。